ヘッセンはドイツ海軍のフリゲート、ザクセン級フリゲートの3番艦。艦名はヘッセン州に由来し、この名を受け継いだドイツの艦艇としては3代目にあたる。ヘッセンはノルトゼーベル系無電工場で2001年9月14日に、寄港し2003年7月26日に、浸水2006年4月21日に収益し、 第2フリーゲート戦隊に配属された。2007年の第33回主要国首脳会議でハイリゲン,ンナム宴会にてサミット期間中は警戒任務についていた。2008年にはデバノン沖合にて国際連合レバノン暫定中流軍の海上部隊として展開した。2009年にはアメリカ合衆国先海岸沖合にてアメリカ合衆国海軍の空母、 CVN-69 ドワイト D ・アイゼンハワーと共同演習に参加し、2010年3月からは CVN-75 ハリー・エストルーマン空母打撃軍に属している。半年間の任務中はアメリカ軍の指揮下に置かれた。この任務は地域安全保障の枠組みで、その安定化を目的とした作戦であった。同年6月に、 アメリカ軍艦の対イスラエル海軍艦艇と共に、スエズ運河を通過した。第2機動隊軍、第2フリーゲート戦隊に所属し、ビルヘルムスハーフェンを母校としている。ありがとうございます。